皆さんこんにちは、タイガー K です。What's going on everyone? This is タイガー K. I'm in 千葉フォルニア today. 今日は千葉フォルニアに来ています。世界を巡り、見てみたい、食べてみたい、泊まってみたいを実現する旅。今回は千葉県南房総、木更津、富津市を走りながら南下して観光名所を走りつつ、房総半島の最南端、野島崎灯台を目指します。青い海と青い空、海鮮料理を求めるドライブ旅スタートです。今私がいるのは袖ヶ浦海浜公園というところになります。夏になるとですね、こちらでは夏フェスだったりとか、そういうイベントが催されるような場所でもあります。で、何よりも美しい景色、それがこちらですね。今こちら向いているのは浦安方面を見つつ、今東京都心部を撮っております。あちら東京アクアライン、ずっとこちら長い橋が続いているの見えますでしょうか。こちら側が木更津市になります。ここはですね、海岸線沿いにヤシの木がずっと向こうまで並んでるんですね。さあ、今回の旅は海鮮のランチとディナーのおすすめスポットにも行きますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは、外の気温は33度、真夏の南房総ドライブに出かけましょう。さあ、こちらにザ・フィッシュシーフードマーケットがあります。ちょうどその真横ですね、東京湾フェリー、こちらから久里浜へ渡ることができます。車の方はそのままね、乗ってくることができます。そしてその向かいには、あちらもシーフード美味しそうなお店がありますね。で、こちら側にはですね、丸浜というお店で、こちらはですね、90分の食べ放題のお店です。貝とかですね、牡蠣フライとか、牡蠣も確か食べられるはずですね。生牡蠣ではないかもしれないです。焼くタイプなのでね、結構時間がかかるのと、あと夏場は直火で焼きますので超熱いという感じです。では早速、こちらは今日は涼しいところでご飯を食べたいので、ザ・フィッシュに行ってみましょう。東京湾が広がるオーシャンビューレストラン。お値段は若干観光地プライスかもしれませんが、暑くても寒くても冷暖房の効いた建物の中でゆっくり食べられるのがグッドです。メニューもお子さんが食べられるように、海鮮料理だけでなくピザやパスタ、デザートまで一通り用意されています。注文したものが届きました。本日ランチにいただくのはアジフライ、そしてザ・フィッシュ刺身セット。揚げたてサックサクのジューシーなフライでございました。ごちそうさまでした。こちらがご飯を食べていたレストラン、その目の前にテラスがありまして、こちらから富士山を望むことができます。ちょっと遠いですけど見えますでしょうか。ぐっと倍率上げたら見えるかな。とてもいい天気です。気温は33度なんですけれどね、海に近いせいか結構涼しく感じます。ただひたすら眩しいです。そしてこちらの反対側、ちょうどあの崖のようになっているところ見えますでしょうかね。今現在地ちょうど左側のところにね、赤い点があるところにいます。さあ、そこでちょうどこちらを見ると、のこぎり山ロープウェイと地獄のぞき、こちらはね、とても暑いので、もうちょっとね、気候が良くなってから第2弾として行ってみたいと思います。お土産屋さんがあるので入ってみましょう。のこぎり山バームクーヘン、うまそうだな。冬は食べたいかもしれない。
ひじきパン、健康的ですね、ひじきパン。南房総といえば琵琶ですかね。こちら琵琶のキャラクターグッズも売ってます。すごいですね、琵琶関連の商品たくさんあります。もちろんそれ以外、千葉といえば落花生ですよね。ピーナッツ、食べられる蜂の巣、いいですね。蜂蜜キャラメルポップコーン、美味しそう。これは美味しそう。冷凍ですかね。たくさんお土産を買いましたので次に行きましょう。これから向かうのは原岡海岸、岡本桟橋です。これは行けんのか。桟橋駐車場あった、着きました。それでは桟橋行ってみましょう。手前はですね、木でできています。特にね、揺れたりすることはないですね。岩の上にしっかりと乗っかっているからですかね。歩いていてふらついたりグラグラしたりということはない感じです。はい、この木のゾーンを渡り切りました。そうするとここは完全にコンクリートになってますので、主に釣りのスポットという感じでしょうかね。さあ歩いていきますよ。昔からありそうな電球がレトロな感じですよね。途中で後ろを振り返るとこんな感じ。渡してもほとんど人がいない、まあ、平日ですからね。そこにヨットがあります。さあ先まで来てみました。岡本桟橋の先っちょです。綺麗ですね。手前が薄い緑色から沖に行くにつれてどんどん青くなっていくという綺麗な海が見えております。想像以上に綺麗な絵が撮れました。というわけで次に行きましょう。では参道を歩いて壁観音に行ってみましょう。この寺さんを通って入っていくんですね。ちなみにこの大福寺から見る景色なかなかですよ。さあ上がっていきましょう。真言宗の寺院ですと。要領元年717年、すごいですね。参観時間は8時から4時半まで。
登っていきたいと思います。これからもですよ。じゃあ見てください、断崖絶壁にあります。この登り道の階段は苦しいですが、この景色に癒される。壁観音に着きました。ちなみに今いるのがこちら、那古船方駅というのが比較的近いところみたいですね。でこの後は沖ノ島に行って、洲崎灯台だったかな、こちらに行き、ぐっと通ってフラワーラインを通りまして、ここを目指すというプランです。フラワーライン経由だと約70分ぐらいかかるという感じですね。内房線になるのかな、立山駅。なんかね、パッと見かっこよかったので、ちょっと駅かっこいいですね。このヤシの木がね、たくさん生えていて、なんか日本の駅じゃないみたい。なんておしゃれな駅なんだ。海ですよ、海。こちらが沖ノ島です。こちらが千葉の陸側。この場所はこういう感じのところです。ちょっと引きましょう。ちょうどね、自衛隊の航空基地の真横にあります、沖ノ島公園と言います。水が透き通っていて綺麗ですね。これから房総フラワーラインへドライブを続けましょう。房総フラワーラインは立山市の下町から南房総市の和田町までの全長46キロにわたる海岸道路です。フラワーラインという名前がついているので、道なりにはお花とかひまわりとかたくさん咲いてる道なのかなと思いきや、特にそんな雰囲気はお見受けできず、どっちかいうと普通の道。いやいや、そうは言っても海沿いのドライブはやっぱり気持ちいいですよね。途中ですがちょっと寄り道しましょう。こちらは房総半島の最も西寄りにある洲崎灯台です。1919年、大正8年から点灯しています。コンクリート造りで地上から15メートル、ライトの部分は海抜45メートルになるんだそうです。さあフラワーラインに戻りましょう。ここからもしばらくの間は先ほど走ってきた道とあまり変わらない感じが続きました。先ほどの青い看板があった立山リゾートホテルを過ぎたあたりから、フラワーラインの名前にふさわしい雰囲気が出てきました。次の目的地まではもう少しですので、このままドライブにお付き合いくださいね。さあ、房総最南端の地、野島崎到着しました。灯台があります。
そしてその手前には厳島神社というのがあります。ちょうどこちら地図がありますね。今いるのはここ千葉の最南端、こちらにおります。はるばる来ましたね。ちょうどスタートしたのがこの辺りでしたね。ここの千葉フォルニアからぐーっと降りてまいりました。そして今ここにおります。せっかくの観光地ですが、今はコロナもあってかお店はすべて閉まっていますね。こちらの灯台に入るには車で行くことはできません。こちらロータリーのようになってますけれども、車止めるところはあちら止めるゾーンがありますので、そちらに車を置いて行くことになります。何がねシンボルドイズ神社ですので行ってみたいと思います。さあこちらの神社の前にあるのがこちら、ちょっとねめくるとですねぼかしを入れないといけなくなりますので、このままちょっと斜めの角度から撮りましょうか。平和の愛鍵弾痕七不思議とあります。読むのは控えます。ありがたいものでございます。はい、では神社でお参りして灯台に行きましょう。登れる灯台、野島崎灯台にやってきました。見学時間は4時半までと。時間的な関係で灯台に登ることはできなかったので、後でドローンを飛ばして遊んでみましょう。飛び魚カットビ君という名前だそうです。さあこちらの灯台ですけれども、麓のところはですねこのような遊歩道お散歩ゾーンがありまして、ゆっくり歩くこともできます。今日はね特に天気がいいの でおまけにですね、本来ならここから富士山も確か望めたはずなんですが、ちょっと今こちら向き見えないですね。ここを歩いていくとですね、あそこにベンチがあるの見えますでしょうか。岩の上にちょうどあちら男女のカップルかな、お二人が向かっておられます。真冬はね相当寒いって話ですけれど、今はね逆に海風が吹いてとても快適です。後で登ってみましょう。一人ですけど、房総半島最南端の地、ここにはですねなんか巨大な岩があります。大きな石の物語。あちゃめっちゃくちゃ暑いです。これはね目玉焼きができるレベルじゃないですよ。めっちゃ暑いっす。私の足元には房総半島最南端の火というのがあります。ハワイで6200キロ、東京でもね94キロあります。千葉で79キロ、横浜で64キロですね。さああちらのベンチのところが開きましたので、ちょっと登ってみましょうか。一人ですけれどね。さあ、で、ちょっとね、必ず一人で行こう。さあ、行こうかな。じゃあ、行こう。じゃあ、行こう。じゃあ、行こう。はい。やってきました。よいしょ。絶景、朝日と夕日の見える岬。やってきました。ベンチがあります。そしてこちらに灯台が見えてます。よいしょ。ベンチからの絶景はこんな感じです。さあお腹も空いてきたな。別名白鳥の灯台とも呼ばれる野島崎灯台は明治2年1869年に建てられました。日本に16基ある登れる灯台のうちの一つで、八角形の形をした白亜の灯台です。房総の駅富浦にやってきました。
こちらはお魚センター、そしてこちらで今日海鮮丼をいただこうと思います。今回は番小屋という海鮮丼のお店で食事をしようと思っていたのですが、現在お店は改装中です。ですがその店舗の隣にあるお寿司屋さん大和の店内で番小屋の海鮮丼メニューを選ぶことができます。その注文はこちらのタブレットから。食べたいマグロ丼が売り切れている。種類が多ければ多いほど何にするか迷いますね。はい、決めました。注文します。早速いただきます。味噌汁の器が丼並みにでかいんですね。期待通りの美味しさで舌鼓。美味しゅうございました。ごちそうさまでした。さあ、私は今立山城までやってきたんですけれども、坂道を上がって、ここからはですね、雲さえなければダイヤモンド富士、富士山の向こうに沈む夕日が見れるはずということでやってきたんですけれど、結果はこんな感じ。じゃん、見えますでしょうか。富士山は確かに見えてます。確かに富士山は見えてます。あ、ここも恋人の聖地。はい、富士山かすかに映ってるの見えますでしょうか。はい、ここからの絶景をお届けできればと思ってやってきましたが、残念ながら厳しかったです。でも富士山は見える、夕日も見える、そしてこの立山の市内、いかがでしょうか。というわけで皆さん、今回の千葉南房総の旅、お楽しみいただけましたでしょうか。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回の旅を見て千葉に行きたい、南房総に行ってみたいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタン、高評価、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。今日は立山市にある立山城からお別れです。それではまた。 Thank you so much for joining today, and I will be seeing you in the next video. Until then, be safe and take care. See you then. Bye bye.